こうしてただ静かに雨音に耳を澄ませるのもいいものね。なんだかとっても癒されちゃった。素敵な提案ありがとう、サーヤちゃん。いえいえ。でもこのアイデアはもともとイブから教わったものなんです。え、私ですか？ほら、カオルさんのおじさんの別荘に行った時にイブが何もしないで過ごしたいって言ってたでしょ。そういう考え方なんかいいなって思ってね。素敵な過ごし方だね。自然の中で何もしないで過ごすなんて普段の生活じゃなかなかできないもんね。はい、フィンランドでは夏の間はゆっくり過ごすんです。のんびり気ままにお茶したりおやつを食べたり。いいなあ。ああ、なんだかお腹空いてきちゃったかも。じゃあおやつにしようか。じゃーん、アジサイメロンパン。ああ、とっても可愛いです。メロンパンがアジサイのお花みたいになってます。サーヤが持ってた紙袋の中身ってこれね。父さんに教わって作ってきたんだ。お花の色は紫芋パウダーを使ってるんだよ。みんなもどうぞ召し上がれ。アジサイのまるっとしたフォルムとメロンパンって似てるわね。面白いアイディアね、サーヤちゃん。こっちのパンにはかわいいカタツムリが乗ってるよ。あ、クッキー生地でできてるんだね。おいしい。これ新メニューにしちゃいなよ。私絶対買うよ。ありがとう。それじゃあ父さんに相談してみようかな。あったかい紅茶もあるよ。みんなで飲もうと思って持ってきたんだ。わあ、さすがカノーさん。まるでピクニックみたいね。こんな雨の中なのに。はい、とっても楽しいです。皆さん今日はありがとうございました。とてもリフレッシュできましたし、元気をいただけました。どういたしまして。でも私自身が一番楽しんじゃったかも。私もこういう機会がなかったらアジサイ楽しめなかったもん。私もみんなと雨の日を楽しむことができて嬉しかったな。そうね、素敵な景色も見られたし、私も良かったと思っているわ。私もアジサイのグラデーションからたくさんの前向きな気持ちをもらいました。また来年もアジサイ散策に来たいです。うん、私も。あ、もしかしたら来年は違う色のアジサイが見られるかもね。え、違う色のアジサイですか？公園の看板に書いてあったんだけど、アジサイって花の色が変わることがあるんだって。今年は青い花が咲いたとしても来年はピンクになったり。え、そうなんですか？不思議。どうしてなんですかね。土の影響なんだって。土の性質が変わるとその影響を受けて違う色に変わるみたい。聞いたことあるわ。土がアルカリ性だと赤色、酸性だと青に変化するのよね。へえ、なんか理科の実験みたい。土の影響力ってすごいんですね。目に見えない根っこの部分が花の色に大きく影響しているんだね。同じ花でも土によって色が変わる。あ、もしかして。どうしたのイブ。斬新について分かったかもしれません。え、本当に？なになに、どういうこと？一番大事なのは根元にある土だったんです。土？これまで私はどんな方を相手にしても斬新を気にするあまり振り付けのように毎回同じフォームをとっていました。ですが土によって色を変えるアジサイのように相手から影響を受ければフォームそのものは同じであって
その余韻や空気は変わるはずです。なるほど、イブちゃんの言うことわかる気がするわ。茶道の斬新もそうかも。お茶を立てる手順そのものは変わらないけど、お招きするお客様がどういう人かによって場の雰囲気が変わるかも。相手からの影響をちゃんと受けなくては真の斬新とは言えないのかもしれません。ホームの中に相手を思う心を残すこと、それが斬新です。おお、そうだよ、絶対そう。私は途中からよく分かんなくなっちゃったけど、イブちゃんがそう言うなら絶対間違いないと思う。またひまりはいい加減なこと言ってけどよかったね、イブ。それが正解なのかは私にはわからないけど、イブなりの答えが出たってことはすごいことだよ。はい、それもこれも今日一日皆さんがいてくれたからです。それにさっきサーヤさんが言っていた雨の日だと景色が違って見えるという話を聞いたとき、少しだけ光が見えた気がしました。あの一言が私に今の考えを授けてくれたんだと思います。授けたってもう大げさだよ。私たちはイブと雨の散策を楽しんだだけ。それでも皆さんハグさせてください。え、ちょっとイブちゃん。もちろんいいよ、ぎゅーなんだかちょっと照れちゃうな。もうイブちゃんたらイブよかったね、剣道頑張ってね。はい、皆さんまとめてぎゅー。